どこの世界の人たちも今回ヘリコプターのそのローターがどうとか、うん、何で落ちたってことを誰も言わないですよね。うん、普通、もしもあれが本当にヘリコプターの事故で落ちてるのであれば、もっと世界中で論議されますよ。ハルさん、はい、宮古で起こった、陸上ヘリの事故なんだけれども、うん、あれは本当に事故なのかっていうところで、動画を見ていたね、いただいた皆さんもすごく興味があるみたいなんですけど、実際のところ、だからまあ、どうですかね。その動画を見られた時にどうかなって思ってた方々も含めてね、うん、今はもう事故じゃなかったんだなっていうふうに思っている方が多いと思うんですよ、もちろん。うん、それはね、まあ、どう考えても不自然なことがあるわけで、はい、フライトレコーダーも一応回収されて、とりあえず問題がなかったっていう発表になってますね。はい、うん、ただまあ、あれってね、皆さんが考えてるみたいに、録音テープだけあるわけじゃなくて、どういう形で飛んで、どんな風になったってことも全部わかるんですよ、フライトレコーダーって。だからあれをね、解析するとどういう力がしたのかとかね、その時点でどうなったかとか、衝撃音とか全部残ってるので、まあ、出せないです。あんまりね、こういうことって、僕がペラ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 喋っちゃうとどうかなとも思いつつ、皆さんに想像しながら、皆さんと忖度しながら話をしたいんですけども、例えばですよ、まあ僕がある推論として動画の中でね、はい、まあ陸上自衛隊の中にスパイがいたとか、中国がやったとか、もしくは、まあ今ネットでもそうですけども、ドローンで攻撃されたとか、はい、いろんな話が出てますけども、今ね、ちょっとここは話それますけど、アメリカとか欧米含めてですよ、実は、そういう情報のソースっていうのが、うん、取る、まあ、いわゆる機関、はい、いわゆる CIA もそうですけども、ものすごいんですよ、うん。で、例えば、じゃあ暗殺しますよ、こうしますよっていうのは、もうとっくにみんなにバレてたと思います。アメリカなんか早いんですよ、そういうの全部、調査して、逐一全部きれいに、そのいろんな携帯の電話から、コンピューターから、サーバーから、すべての情報を取って、まあ、いわゆる解析していく技術っていうのは皆さんが想像を超えてます、うん、これはアメリカが世界一なんですか？まあ、いや、ヨーロッパもありますよ、イギリスもありますよ、長期間あちこちありますけども、そういう諜報機関の力ってすごいですね、うん、それを皆さん想像した場合に、今回の陸自のように飛んで落ちたっていうのは、うん、事故であれば分からないです、もちろん、うん、もしも落とされたとするのであれば分かってますよね、必ず、うん、みんなそう思わない、うん、もっと言えば今の戦争ってね、はい、すぐに誰かがどこか攻撃するってことじゃないんですよ。お互いにちゃんと内密に話をして、こういう動きをするけど、あなた止めやらないよねとか、攻撃しないよねとか、邪魔しないよねとか、そういういろいろな話の密約の中に起きることだと思った方がいいかもしれないです。もっと具体的に言うと、日本の落とされた人たちってエリートなんですね。スーパーエリートが今回暗殺された、まあ、もし落とされたのであれば暗殺ですよね。で、だとするならば、実は、なんでああいう人たちがああいう目にあったかというと、日本の陸上自衛隊の力って実はすごいんですよ。前も説明しましたが、はい。で、日本の軍隊として自衛隊を見るのであれば、アメリカからすると別に脅威にはなってきてるんですよね。で、結構力がついてきて、もちろんアメリカほどではないけれども、うん、でも統制力とか、いろんなその兵士のね、うん、皆さんの忠誠心のを含めて、僕はある程度やはり、アメリカですごいんだなと思ってるんですよ。で、そうするとやっぱりバイデン大統領からすると、今ここで あんまりその日本が力をつけたら困るというところから、はい、まあ、中国の提案、もしくは西側諸国のいろんな提案を受け入れて、じゃあ、いいんじゃないの？ここからスルーするよっていうふうにしたかもしれないですよ。へぇー、もうそこまでの出来事なんですか、うん、事故と見せかけている。もしもああいうことは簡単に起きるのであれば、世界中で起きてると思います。はい、だって世界中の要人を狙えばいいじゃないですか。まあそうですね。だってそういうふうに簡単にできるのであれば、うん、誰がどこに乗っててどうってことか分かるわけですから、うん、みんなそんなスパイを入れてね、はい、やればいいわけじゃないですか、はい、だから当然それはみんなそれは
要人の人として移動するわけですよ。飛行機もそうですし、例えばアメリカで言うとエアフォースファンが飛ぶわけじゃないですか、飛行機がね、あなんかもう戦闘機で追っかけたら一発で落とされるわけですよ、ね、でもそれをいきなり戦闘機を追っかけていって攻撃するってことはないですよね、はい、当然それをやろうとすると前もって その準備があるし情報があるし、そういう情報を全部リークされるから全部阻止されていると思います。あ、なるほど、うん、当然アルカイダも含めて以前のね、そういういわゆるテロ集団たちがやることも全部リークされてるから、まあそんなに要人とかねやられてないんですよ、うん、いや逆に言うと、まあ今回の岸田さんもそうですし安倍さんもそうですし、日本の要人が狙われたりとか、はい、もしくは日本のトップレベルの自衛隊関係者がこういうふうに狙われるっていうことは、まあいろんな国々が加担してないと起きないですよね。なるほどね。日本で起きていることが、はい、世界で頻繁に起きてたら分かるんですよ、うんうんうん、皆さん想像ですよ、はい、日本で起きているような相手首相が狙われるとかね、そういう演説中にやられるとか、うん、そういうことが世界中で起きるはずなんですよ、うん、そうですね、統計的に考えても、はい、でも日本でしか起きてないですね、うん、もちろんその紛争地域は別ですよ、はい、先進国では。それ考えたら他の国々はそういうことが起きることがあったとしても抑えられてるわけですよ。あ、日本は抑える力がなかったってことですよね、うん、と考えるのが普通だと思いますけどね。なるほど。だからそれはそれぞれの思惑はあると思いますね、まあ、中国は中国の考えがあるし、うん、はい、韓国としても合同でやるけども、うん、まあ、明らかに日本と韓国では全然力が違うので、うん、まあ、韓国としてもそうだねって話になるし、まあ、一回ここは叩いておかないと、うん、万が一何らかの形で例えば来年トランプが取ったりとかして日本がアメリカの言うこと聞かないなんて言い出すと、みんな面倒くさいことになるよねっていうことは想像ですよ。なると思います、僕は。うん、今のところまだ、軍隊が弱いから、自衛隊がそこまで強くないから、アメリカの言うことを聞かなきゃいけないよねっていう空気はあるんですよ。日本は。日本は。でもこれが、いや、明らかに強いでしょ。明らかに日本ってエリートだよねと、うん、戦っても勝てるよねってなると、多分国の中の世論も変わってくると思うんですよ。うん、そうですね、はい、うん、そういうふうに考えるとやはり今回のものは小さい問題じゃないけれども、うん、その一部の問題じゃなくていろんな国々が関わっている外交問題なんだなっていう気がします。もう単純に中国だけがとかじゃないんですね、本当にね。中国がもし本当にこうやってやってたとするならば、うん、まあやらないですけど、アメリカが動いてると思いますよ。そもそも今の戦争って情報戦なので、うん、そんな簡単にミサイル撃ったりとかしないと思いますよ。それをやるのは北朝鮮ぐらいのもんで、北朝鮮しかやらないじゃないですか、世界で、はい、そういうことは。うん、まあそこは逆に言うと情報力がないってことですよね。情報を集める力がなくて、うん、80年代ぐらいの戦い方をしてるから、うん、ミサイルで撃つしかないと。うん、逆に言うと、まあ、北朝鮮の上空をね、アメリカが飛んだとか、うん、そういうことも普通にできるぐらい、国の力が全然違うんで、うん、まあ、それ考えると、ちょっとね、今回のものは外交問題だな、っていうふうな想像してます、僕は。あくまで想像ですよ。はい、あんまりこういうこと言って煽りたくないんで、うん。ただ、物事の見方として、自国で起きていることが世界でも起きてますか、うん、こういう不条理なことが起きたとき、世界中で起きているのであれば、世界中で考えなきゃいけない問題ですよ。気をつけないといけないよねとか、はい、なんでこんな事故が起きたんだろうとか、同じ同型のヘリコプターあちこちにありますわけですからね。そういうことを考えなきゃいけないけど、どこの世界の人たちも今回ヘリコプターのそのローターがどうとか、なんで落ちたんだということを誰も言わないですよね。普通、もしもあれが本当にヘリコプターの事故で落ちているのであれば、もっと世界中で論議されますよ。高性能の、いわゆる輸送機じゃないですか、はい、そういうのが落ちてる。例えばそれがオスプレイの時もそうだったんですけども、うん、相当議論されるじゃないですか。ああ、そうでしたね。今回議論ないですよね。うん、まあ、落ちたと思ってないんですよね。うんうん、だからまあそのあたりのところをね、まあ僕は陸自兵の墜落に関しては事故ではなかったなっていう感覚です、うんうん。で、今後はやっぱりこういうのを見てね、まあ都市伝説的にこう、そうなんだ、なんだ、じゃなくて、自分たちのところで起きているものが世界でどうなっているかという比較をしていきながら、隠されているものと明らかになっているものっていうのはやっぱり僕は差があると思うんですよね、はい、何でもかんでも明らかにはしないと思うんですが、そこがやっぱり外交問題だと思いますので、特にこういう今みたいにこれ戦時中ですからも、はい、ぶっちゃけ言うとね、もうただ日本の中で今
とりあえず戦いが起きてないだけのことで、うん、実はウクライナでもロシアでも、ね、戦争が起きているので、そうですね、その戦時中であるってことは皆さん理解した上で、うん、戦時中に起きた自衛隊ヘリの墜落なんですか、うん、で考えていただくともっと分かりやすい。そうですね、それもね、本当にエリート中のエリートの皆さんが乗ってるヘリがっていうことですからね、やっぱこれは事故って思えないですもんね、単純に、ね、まあこれはちょっとあの、うん、もしあれだったらカットしてくださいね。僕は日本語は知ってたと思います。うん、知ってたと思います、うん、だからそういう、なんだろうな、正義だけが物事を動かすわけではないので、うん、はい、まあ、いろいろな事情、はい、まあ個人で考えたら正義不正義ってのが出てきますけど、相手が出てきたり相対的になると正義って不正義になったりするんで、うん、まあ、そういうところはね、皆さんもここ見極めていく目をね、お互いに身につけていきながら、まあ、このチャンネル見ながらでもいいですけども、一緒に考えていけたらというふうに思います。亡くなった方も本当にご冥福をお祈りいたします。おそらくもう出てこないと思います。もし出てきたとしても一人、うん、もう海流に飲まれてるか、これもあまり言いたくないけれども、まあ皆さん想像してください。もしかして落ちた段階ですでに海中されてた場合もあると思います。いろんな情報が漏れないうちにというね。こともあるのかなぁなんて想像はしています。いずれにしても、亡くなられた方のご冥福をお祈りしつつ、今後こういう事故が起きないことをね、私も願っています。